北海岸のツンドラ北部のツンドラベネット島は、ロシアの東、シベリア海に浮かぶ、デロング諸島の無人島である。面積は150平方キロメートル、最高峰は426メートルで、一面氷河に覆われている。島は、全域が、サハ共和国の管轄下にある。ジャネット体験隊によるベネット島のスケッチベネット、島は1881年に、アメリカの探検家ジョージ・ W ・デロングにより発見され、新聞社ニューヨークヘラルドを創立した、ジェームズ・ゴードン・ベネット・シニアの子、ジェームズ・ゴードン・ベネット・ジュニアにちなんで名付けられた。1879年に、ジャネット探検隊は出発し、ジョージ・ W ・ロングは隊長であった。主な目的としては、ウランゲリ島を発見するのと、北極点に近づくことであった。だが、1879年9月に探検隊は、ベネット島を通り過ぎ、その先のヘラルド島を発見した。その後、船が氷で押しつぶされてしまい、1881年6月に沈没した。一行はボートでの氷上移動を余儀なくされ、7月にベネット島を発見した。彼らは再び、ノボシビルスク諸島やロシア本土へ向かうま、数日間を島で過ごした。1901年8月には、ロシアの北極体験船ザーリャ号が、伝説のサンニコフ島の探索に出たが、間もなく、流氷に阻まれてしまった。1902年、サンニコフ島への到達の試みは、ザーリャが定着氷に捕まっているにもかかわらず続けられた。ザーリャから離れた北極体験家のエドゥアルト・フォントルと3人の同僚は、1902年11月、ベネット島から緩い氷板の上を南に向かう途中で永遠に失われることとなった。島は1881年の発見時にアメリカが領有を主張したが、1916年にロシアのイギリス大使はロンドンでベネット島は北極地方の島を構成する一つでロシア帝国の領土であると主張した。この主張はその後ソビエト連邦にも引き継がれた。1988年にはアラスカ州上院がアメリカの領有を支持する決議をし、1994年のアラスカ州最高裁判所は、ベネット島は近辺の島に加え、アラスカ州の一部ではないという規則を出した。ありがとうございます。